小明行は、南朝生の、第三代皇帝。第二代皇帝、武帝の孫。南朝生の三人の背帝の一人で、死亡や病号はなく、死後の王号から移りんとふみ称される。皇太子であった父の象徴茂の死により、皇太村に建てられる。その二ヶ月後には、祖父の武帝も崩御したため即位した。まだ二十歳過ぎと若かったことから、 京料王将種吉と最小公、将蘭が政務を助けた。将明行は、表だっては、外見も美しくまた情も厚く見え、武帝や父にも寵愛されていたが、実は、裏表のある性格で、自分の屋敷に帰った途端によからぬ鳥巻きたちと、狂楽にふけり、父や祖父が病気になると表では、涙しながら一歩外に出ると主演を開き、あろうことか、早く死ぬ。 用図書まで行うというありさまだった。即位後も、恩賞を乱発して写紙に短暦し、わずか一年ほどで国庫の蓄えをほとんど空にした。また、武帝の長期や皇后と引頭の限りを尽くした。このような調子で君主としての責務を果たすことがなかった、ため、暴君か暗君という評価が一般的になっている。翔太名が間もなく死んで、以降、政治の実験は、 将来が握った。将蘭も、表ではいめつつ、裏では、小明行の狂楽を煽っていた。在位一年にして、将来の手により殺された。その死は、高級で相性と過ごしているところを襲われる、というものだったという。死後に母親である皇太后の手により、行為を廃され、移り王に落とされた。ありがとうございます。